BH コレクターズカーオークションの6回目が10月25日から開催されています。今回の注目はランチアラリーの生産1号車とサバンナスポーツワゴン BH オークションがヤフオクの中で開催するのがコレクターズカーオークション。すでに5回が開催されており、 毎回レアでマニアックな車が出品されている。その第6回目が10月25日月曜日から31日日曜日の期間で開催されている。今回のオークションのテーマは、レースカーズフォーザロード、行動を走るレースカー。217台生産されたうちの第1号車となる、ランチアラリー037が、今回のハイライト。1999年に日本に上陸し、 2019年6月にレストアを、終え完璧な状態にある。この他、1993年と1994年の、ポルシェ911ターボ3.6、911、GT3RSMR、超低走行距離のアルファロメオ 8C コンペティチオーネ、オリジナルコンディションを保つマツダサバンナ、スポーツワゴンが登場。二輪車では、 元 GP3000 車両である RC213V の遺伝子を受け継いだロードバージョンの RC213VS にクローズドコース専用のスポーツキット装着車が出品される。さらに第4回オークションで落札されなかったアストンマーティンバンテージ V550 スープラ精霊士 TMIVM180 ザガートなどの希少車も 新たな価格設定で再出品される。また、シューマッハが着用した、レーシングスーツをはじめとした、フェラーリ関連のパーツなどのメモラビリアも注目だ。このオークションは入札者の本人確認を必須とした、安全性と透明性の高さが特徴。ヤフオクに入札できるアカウントと、ヤフオク本人確認が済んだ状態であれば、誰でも 入札可能だ。入札の締め切りは10月31日日曜日の20時過ぎとなる。